目の前だ。こんにちは、ジャジャジャです。今回はドスゲネポスさんをソロで南下していきたいと思います。装備は武器をハイフロストエッジに変えただけで、防具やスキル構成は前回と一切変更なしです。閃光を付けにして切りつけます。で、閃光が溶けたらまたすぐ閃光したい人生だった。よいしょ。で、仮技が溜まったら即使います。よいしょ。2回目の閃光が溶けたら落とし穴を引きます。で、落とし穴に引いたら捕獲玉を投げて、投げたい。あとはとにかく切れます。まあ、XR、XXA してますけど、適当でも意外となんとでもなります。1投目捕獲、2投目いきます。前回もコメントいただいたんですが、このクエストは上位です。もちろん前回も上位です。トイでエリチェンして会心薬塗って、で、次なんですけど、今回は捕獲しないでやります。捕獲の方がね、ロードは早いんですけどね。ハンターのポップアップ場所的に仕方ないので、ただちょっと面白い感じになると思いますので、よかったら見ててください。よいしょと思ったけど、いないな。こっちか。あ、いた。あ、よし。じゃあツタの上で戦っていきまーす。まず先行。この子がね、結構ずっぽし行きやすい子なので、よし。よいしょ。そろそろかな。よし、こんな感じになります。お、いい感じに仮技入ったのでスタン取っちゃおう。よいしょ。オッケー。で、またずっぽしを狙います。よいしょ。よいしょ。閃光つけて、そろそろ、おし。よいしょ。あとはもう殴るだけです。ひたすら。もう一応捕獲ラインには来てると思いますが、これで終わりですね。闇の炎に抱かれて消えろ。お疲れ様です。こんな感じで金冠を狙っていきましょう。